CFK。カントリー復興協会とは、森山浩一と片山誠二が中心となって行うイベントの名前であって、実在する協会ではございません。それでは、どのようなことを行うイベントかをご説明させていただく前に、まずは協会代表の2人をご紹介させていただきます。森山浩一、1973年12月11日生まれ、大阪府大阪市出身。ロックバンドオセロケッツのソングライター、ボーカリストとして97年にメジャーデビュー。他アーティストへの楽曲提供、プロデュース、マニアックな執筆活動など幅広い分野で活躍。2006年からはカントリーロックバンドザ・マームを結成し、都内を中心にライブ活動を行っている。片山誠二、1976年9月20日生まれ、神奈川県茅ヶ崎市出身。子供の頃からベーシストである父の影響でカントリーを聴いて育つ。93年、ムッシュ釜江寿司プロデュースのもと、吉田拓郎氏、玉置浩二氏、J-WOKE らのバックアップを受けデビュー。97年には、ザ・リトルストリートバンドを結成するが、99年に解散し、2002年からはソロとして活動中。そんな2人がお送りするカントリー復興協会。本日のテーマは、カントリーとか、ブルーグラスとか、ロックとか、クロスオーバーな感じ。ゲストは笹部雅夫さんと坂本芳恵さんをお迎えいたしました。ということで今日はね、はい、あの2人一緒に話をして、うん、あの難しいテーマですけどね、うん、難しい、緩かったね。緩いですよ、とかみたいな。それでね、じゃあどうしようかな、どんな話を、ね、したらいいのかなと思いまして、まずで2人の、ね、もう音楽歴を話せば、それは全部できるんじゃないかなということで、ね、うん、じゃあプロフィールを、ね、引っ張ってきましたね。引っ張ってきたって、まあ、出ました、笹部さん。笹部雅夫、1949年横浜生まれ。ハイスクールでバンドを結成し、マンドリン、ギター、ボーカルを担当。大学在学中にはすでに来日ミュージシャンたちの前座やバックなどを務め、1974年を皮切りに本場アメリカでの演奏活動も開始する。現在も複数のバンドで銀座ロッキートップ、あけぼの橋バッキンタウンほか各地のライブハウスなどにレギュラー出演中。また NHKFM のカントリー特集に出演して解説演奏をしたり、現在セコムのテレビコマーシャルを歌うなど幅広く活躍している。俺としてはもうね、憧れの人なんですよ。実は日本場の人が日本にいるじゃん、うん、で日本語喋れんじゃんみたいな。本当にさっき目つぶっててね、リハやられてたんですけど、ここはどこだろうアメリカだろと思うような演奏でも、日本で日本人の前でねやっていて、それでもう向こうでもアメリカでもね、いろんな活動をされてるっていう存在っていうのはね、なかなかあの近くにいなかったので、憧れの目で見ていたわけなんです。私も全くその通りです。あのね、1970年の皮切りに、はい、まあ、うまい言い方だなと思うんですけど、本当はね、あそこでもう音楽をやめて立派な社会人になろうそれでまあ、あのアメリカに行けるメンバーを集めて、うん、1年間練習して、とりあえず行ってみよう、本場のブルーグラスってどうなんだろうなって見に行こう、うん、でなんか区切りみたいなところで、それで帰ってきたら立派な社会人になろう、はい、そうなんだ、まあ、そしたら行ったわけですよ、すごいね。だから今度逆に呼んでくれるんだって、あそれがそのために練習しなきゃね、うん、そうなん、そしたら今までより一生懸命になっちゃった。あ、だから立派な社会人にはなれないでしょ。だから学生時代とかそれでブルーグラスバンドを作ってた、うん、このハイスクールの時から最初からブルーグラスハイスクール、うん、ハイスクール時代、最初からブルーグラス横浜だとね、ハイスクール、はい、横文字です最初からブルーグラス、カントリーじゃなくてブルーグラス、そうそう、あの、まあ、ブルーグラスというよりも、はい、オールドタイム、オールドタイムです。オールタイムミュージックの中にそのブルーグラスの要素がいっぱいある。そうそうそう、うん、じゃあそのブルーグラスってあんまり認識では最初やってなかったですか。最初はね、うん、僕はあのビートルズでやったへ、意外ですね。なんかそしたら同級生の兄貴がギター弾ける、うん、中学生の時に習いに行ったんですよ、でギターとこうやって弾くんだよ、そこでもツービートなんだそこから
違いますよね、ジョージ・ハリソンとは違うよなぁって思いながらもうじゃあ、面白いなんかやつギターはいや、もうそこでギターをやるそうか、もう大学に行ってから入り口ずんちゃくずんたら中学中学って言ったらすげぇなわけもわからず、その高校でバンドを作ったらブルーラッシュバンでもそう大学終わってそのじゃ卒業された頃がそのアメリカ行ったっていうことですね。大学時代はそのトリプルアスバンドをやってで最後ね卒業するから行こうかっていうのがいいの。そうなんかやっぱりそのつてみたいなのあったんですか。つてはね全くなくて。すげえ。全く。行っちゃえばなんとかなるよ。とりあえずそこからオハイオ州でその大きなロックのフェスティバル、そこへ行こうと。すげえな、それは俺の姿でシアトルから、まあ、そこまで5日間今13時間、うん、運転しっぱなしでね5日間かかってすげえで、そうで、泊まるとこわからないからとりあえずテント積んどいてで、疲れたらテントを車でテントで、やっと着きましたあ、そのフェスティバルがキャンセルされてマジですか何しに来たんだろう。そこでへこまなかったんですよ。そう、へこまなかった。そしたらさ、どうしようって言ったら、実はね、そのまた来週の週末にこの近くでフェスがあるよ。うわで、調べたらその もっと大きいフェス、うん、インターナショナルブルーガスフェスとか、はい、その当時のブルーガスのスター全部出る。じゃあ、全部おはようにいよう、うんだからそこで地図を見たら、はい、そのコロンバスオハイオからちょっと下がったところにアセンズ。アセンズの、はい、ジョージア州のアセンズ。ジョナサン・エドワースが歌ってるアセンズカウンティー。ここだよ。でそこへ行ったんですよ。そしたら大学の街、ね、学生だけ。そうですね。カレッジチャート行かない。RM とか大阪したから。で、うん、オハイオユニバーシティがある街で。で大学のインフォメーションに行って。日本から来た。変わるもの知らず。アパート狭すぎる。じゃあ優しいよね。ちゃんとアパートで狭すぎる。本当ですか。でもねその日はまだ入居できなかった、ね。でその日はしょうがないから郊外の、キャンピングラウンド。テント。まあ都会じゃないですか。テントあるからね。そう。でテント。でもその周りで楽器弾いてたんですよ。はい。そしたら公園のレンジャーが来て、ここはね、みんな静かに。ただね、かっこいいね、日本のレンジャー。ただ、ここはね、ブルーグラスの街なんだ。僕は聞いたことねえなと思ったけどさ。でね、そこの、このキャンプ場の隣に屋外ステージがあるから、君たちそこで今晩やらないすげえで、お客さんは僕が町から呼んでくるよレンジャーすげーかっこいいでそれが僕たちの初ステージかっこいいでしょ、これすげえそしたらさ、ちゃんとあのそれで、やっと、うん、その来週になってそのフェスタのフェスに、イベントのフェスに来ました、はい、で、そこでも、テントを買って大活躍ですね、テント1日前にフェスに着いて、うん、テントを作って、で、まあ、ジャムセッション、自分たちで、そしたら、はっと気づいたら、アメリカ人のお客さんが、ぶわっと取り囲んで、すって言うんですよ。で、君たち何時からやるのって言ったら、本場の、ブルーグラスを見に来ただけだ。じゃあ、主催者知ってるか、僕知ってるか、ね、話はトントン拍子です。すげえ。で、初日のね、最後のジマン・ジェシーっていうね、もうこれも有名なアルバムの。で、彼らがやって、その後に30分の時間をかけたんですよ。そうですか。無理やわ。ステージ上がったら、ジマン・ジェシーがこうやって見てるんだよ。うわ上がった、上がった。でも、わけも分からず、その30分ってあっという間に過ぎて。で、最後の曲やったら、それから3回アンコールくれたんです。すげえ。で、司会者が突然出てきて、ね、彼らは日本から突然来たって。突然来たね。突然ですね。そこまで来た。彼らに払うお金とか、ギャラとそういうの用意してないんだよみたいな話を、うん、そんなような話、よく英語わかんないけど、はい、そういう話をしてくると、はい。そしたら一番前のおばあさんが、じゃあ
自分の声を紹介して、うわパサパサ、うわそしたら行列がね、できて、いやすげえ映画でしょラジオシーンでしょ、これテージ終わったらね、はい、インタビューがすげえラジオそしたらね、そのフェスティバル、各地のフェスティバルの主催者それを知ってくれて、で毎週この週末に大きなフェスティバルあるんですよ、全部、それを追っかけて、おはようのアパートからこうこういうふうにケンタッキー行ったり、バージンで行ったりしてたそしたら、そこのフェスに行くと、君たちのこと知ってるよって日本人3日間にしてくれたらしいやつそういうわけで、3ヶ月すぐなやめるつもりで行ったらアメリカやる方向にそれで結局破られなくなってしまったとそうそれもう映画見た気分続いては坂本芳恵さん、カントリーシンガー坂本孝明氏の長女であり、母親もかつてエリックレコードから歌手デビューをしている。彼女にもその音楽の血筋が色濃く流れていて、若手の女性歌手の中では出色の実力を示している。幼少期から常にカントリーミュージックが流れる家庭に育った彼女は、両親がギター、ピアノで伴奏してくれる恵まれた環境で音楽に接する。結婚後アメリカ生活も経験して、歌詞に対する理解力、発音はさらに素晴らしいものとなり、ライブ、イベントなので大注目のシンガー。吉江さんがね、大阪本高木さん、はい、大先輩ですよ、はい、僕も2度ほど久しぶりでありがとうございます。いや俺も吉江さんは、そのうちザ・マーム の、はい、ドラムのね、松崎くんが、何度か吉江さん手伝いに行ってるところ、はい、吉江さん見たときに、もう一言目ですよ、周りのやつ、本物や。やっぱりカントリーシンガー何人かね、見させてもらってますけど、なんかの他のジャンルから来られたなっていう人は、なんかそれなりに分かるわけですよ、僕もレコード大好きだから。あ、これは違う人が今、カントリー歌ってるんだなっていうのが多い中、なんかど真ん中のもう感じがすごくした。笹原さん、僕もトークしていただいて、もう自分終わったから、全然やるから。前に先月の、あの先日飲んだ時はね、話しててね、もうネイティブ、あ、楽しかったですね、スタイルに小道具ね、話してたから。ここはもう古いんですか？ね、知ってそう、お互いの素材はみんなね、お互いね、サラブレッドですから、ね、サラブレッド、俺はね、なんかね、親父がトミーが、俺がトミーだったみたいないやいやいやみたいな世界で、坂本さんって言ったらもう本当にもうシンガーのね、カントリー界でね、憧れの人ですけども、じゃあもう吉井さん生まれた時からお父さんもプロのシンガーですね。そうですはい。そうか。お父さんも学生のそれこそね、日大の。あはい。本当ですか。あ本当ですか。日大つながりなんですね。どれだけ差が離れですか。それはいくつ神どっちもう神。まだぐらいですね。そうじゃあ神ですね。本当は吉江さんの坂本孝明さんにもここに来ていただいて、いろいろお話を伺っていたなと思うぐらいなんですけど、だからそういう部分もね、うん、あの日本のカントリーをそういう受け継いでね、うん、あの日本もいっぱいやられてるし、うん、音楽のやっぱり入り口っていうのがカントリーだった気がします。それは聞いたんですか、うん、ふすま閉まってる奥でお父さんがカントリーを聴いてるって、なんかうちの親父は練習してなかったそれダメですよ南アロマのアリさんもじゃあ襖の奥でずっとうん、やっぱり弾いてきたわけですね。最近はそうでもない流れてますから、これいろんなところにやめてます。最近はもう全部は言ってますから、そうか。でも自分が歌をやろうっていうのはもういつ頃思うんですか？いやね、本当、うん、歌は大好きで、うん、でも特に女の子は、うん、アイドルみたいなヒラヒラした服を着て、うん、こうね、うん、踊りながら歌って、うん、そっちの方に行きたかったんですけど、でも歌は歌ってみたいなっていうのは小さい頃からありました。そうなんですか、うん、
じゃあ歌ったりしてたわけですね、当時も。してました。歌う曲は関東ではなかった。ピンクレディ。ああ、そうですか。兄弟で一緒に。一応ね、年齢がわかりますね、いろいろ。あ、兄弟。兄弟、ご兄弟が。います、います。はい、うん、そうか、それはピンクレディ。でもね、その、うん、その二十歳とか、うん、超えて、超えてるんです、もう私。まさか。からでもちょうど妹もやっぱりカントリー、うん、いくつ離れてるんですか？2つ違います。あ、でこういうハモリやってみようって言って、うん、なんかこうやったこともあったんですけど、うん、そうか。だからほんと自然にこう、うん、聞いてた音楽がこう自分も歌うようになったのが、まあ、自然な流れで。ピンクレディもその当時流行ってたわけだから、うん、自然に聴いてるわけで、うん、でその前にカントリーがあった、うん、そうです、普通に、はい、だから今も若い人もそういう音楽器とか音楽をやろうっていうところにカントリーとかブルーグラスとかの選択肢がね、あると、うん、自然にこう、俺があったのもそうだもんね。家にハンク・ウィリアムスのレコードがあったから、うん、そういう状況ですね。レコードをいじりたかったね、まずね、うん、で流れてくるのはあの、ハンクリーでもそれはね、僕もね、子供いて4歳じゃないですか、うん、最近、フーボーって言うんですちょっとどうしたの？いや、アラジャクソンの人もいるフーボーはね、最近ね、絶対関係ない人も言ってるでもやっぱり影響があったら絶対に聞いてるし、その時のそれをっていうのは、ね、備わってるわけですからね。だから今、カントリーやってる人たちっていうのは、マヨシエさんもそれもそうだけど、うん、あのお父さんが聞かれてる方多いですね、っていう人が多いっていうのはやっぱりきっかけがあるわけで、うん、きっかけがあれば好きになってこうやる人がいるっていう音楽ですよね。何かっていうといい音楽だから。そうです。それがね、変なわけの分かんないやつだったら、もうやらないって分かんないと思うし、なんて嫌いになった瞬間とかやっぱあるんですかね、お父さん。ありますよ、やっぱり。本当ですか。うん、お父さんのハート燃やしてやるなんだろう、漠然とこの音楽もう聞かないっていう感じの、なんでなんでしょうね、ありませんでしょ。俺はね、だからいろいろちょっと症状があって、うん、親父に反抗できない時があったんですよ。なんで部活辞めたりとか、そういう激しいがあったり、人生的なね、うん、そういう部分でね、逃げ口としてカントリー使ってたからカントリーやるのは許してみたいな。あそれで許してもらえたの。そうそうそう、でもまたやりだすっていうか、その歌を真剣に歌おうと思ったのです、ごろが。やっぱり一番歌いやすかったし、うん、あ、そう、カントリーが、うん、あの作った形じゃなくて歌える、うん、あ、それがいくつぐらいですかね、年のことを言うとあれぐらいですか、何年前とかでもいいですけど、うん、え、でも、うん、25ぐらいの時には、うん、歌っていたと思う。あ、そうですか。これが合うなっていうことで、うん、カントリーを出すとか、うん、まあ、それでね、うん、さっき書いた結婚されてアメリカ行ってとか、うん、そういうのがあるようで、はい、それはまたね、うん、で、今活動されていて、うん、そのマッサリ君とかもね、一緒にやったり、うん、で、今度はサザエさんともね、うん、一緒にブルーグラスをやるんですか、うん、ね、それぐらいすごいなと思って、うん、でも、皆さんの世界でしょ。だからちょっとね、次の、もう今日、時間ちょっとオーバーしてるんですけど、早く次のセッション見たいなって、本当に見たいちょっとあるんですけどね、ちょっとこういう人で今日来てくださって、いろいろとね、広がっていくし、ちょっとまたね、今日は表の話だけだったんですけど、また、ね、来月も再来月も、裏の話をして、来年お話を聞かせていただければと思って、今日はだから、クロスオーバーっていうテーマでしたけど、うん、だからこう我々の活動っていうのはよく話してみたら別にカントリーとかブルーグラスとかじゃなくてそういうものなんだよっていう、別にね、なんてただ自然に入ってきた音楽をただ楽しんでるだけなんだよっていうものなんじゃないかなと
いうことで、今日は今日の本当あのクロスオーバーの話をまた次回。そうなんですよ。今日はね、はい。そう、ササルさんも向こうはもう全然分け隔てなく一緒にプレイしてるし、そういう CD もみんなで聴こうよみたいな話もあったんで、はい、すみません、またどこかで。そうですね。やりましょう。はい。はい。続いて恒例の第2部セッションタイムも大いに盛り上がりました。終了。それでは本日の CFK もどうぞお楽しみください。